こんにちは、エリーズの拓也です。今日はダイビングの準備をしている時のちょっとしたお話をさせていただきます。最近ちょっとした話ばっかりになっちゃってますが、今日もちょっとした話をさせていただきます。ダイビング機材をセッティングして、じゃあさてダイビングをしていきましょうというふうになった時にですね、極力バディ同士で協力して機材を背負っていく、まあ、ポイントだったりとか、まあ、サービスとかの方針によって様々だと思うんですけど、まあ、僕個人的にはバディ同士での意識、バディシステムの意識をセッティングの段階からやっぱり持ってほしいので、協力して機材を背負ってもらいたい。で、まあ、慣れてきた方とか男性の方なんかだと一人で背負う方もいらっしゃると思うんですけど、なかなか女性には難しかったり、しますよね、重い機材なんて。でそんな時にこの的確に重たいものとか、まあ、硬いものとかそういうものを、すいませんちょっとこれ重たいんでお手伝いお願いしますとか、ちょっとここ硬いのだけ止めてもらっていいですかとかっていうのを、的確にバディに依頼をするっていうのもダイビングスキルだという話をいつだかの動画でもしましたが、協力できるところはやっぱ協力していってもらいたい。で、じゃあいざ機材を協力して背負っていきましょうっていうふうになった時にですね、これも協力して背負う場合にはみたいな動画上げたことあるんですけど、後ろからシリンダーを支えてもらって一緒に上げていく、肩まで背負っていく、順序的には、男女のバディだった場合、まあパートナーの方とかとですね、準備をしていくとき、男女のバディだった場合には、男性が先に背負う、そして女性が後から背負うっていう風にすることが多いです。これなんでかっていうと、先に背負った人は機材を背負ったままサポートしてあげなきゃいけないので、まあ、体力的に余裕がある方が、方の方が、まあ、先に背負っていくっていうのが理想的じゃないかなと思うんですけど、その時の注意点なんですが、男性が先に背負います。でもちろん身長差とかもあるので、女性が支えてると結構このシリンダーが顔付近に来るんですね。でこの時に肩のベルトを締めようとか肩まで背負い込もうっていう時に、グッと上げた瞬間、後ろ支えてる人は結構顔周り危なかったりします。ただそれだけの話なので、まあ、背負い上げる時には行きますよみたいな、行くよ上げるよみたいなのを一声とか、それを聞いてちょっと顔を離すとか少し距離を取るとか、そこら辺の声かけができると危なーみたいなのがなくていいと思います。極力、まあ、バディ同士でサポートをし合って協力し合って、準備をしていく。そしてその中での注意点ですね、この結構よく見かけます。今危なかったんじゃない、顔当たりそうだったんじゃないみたいな時結構あるので、このせーのよいしょの時、ちょっとだけお互いに意識し合って気をつけ合っていただければなと思います。もうこの歯と歯茎の、この唇と歯茎の間とかガーンいったらね、辛いですよね。そんなところも、まあ、細かい点、本当にちょっとしたことなんですけど、注意をしながら、協力して準備をしていっていただければなというふうに思います。今日はそんなお話でした。というわけでまた。